豆キュン。危険な山火事。よいしょ。そろそろ出発するか。ん？何の匂いだ？はっ、か、火事だ！うわ、どうしよう、どうしよう！事故発生、事故発生。ログトラックのヘンリーが運んでいた木材に火がついたって。乾いた空気だからあっという間に大火事になるかもしれない。すぐにクロスマウンテンに出動。了解。出動、カーレスキュー隊。出動、カーレスキュー隊。出動、カーレスキュー隊。私は車を止めて村の人たちを避難させるわ。すぐに火を消して。ああ、ハロー、急ごう。了解。これ以上進めないな。ここの火は僕が消す。私はヘンリーを助けに行くわ。動かないで。カーレスキュー隊、来てくれたか。やーやーやー、よかった。ヘンリー、大丈夫か？うん、おかげで助かった。整備所まで僕が引っ張っていく。すまんな。どこからか火種が飛んできたようだ。どうした？急に風が強く吹いてまた火がついた。いやー、なんだって、風？いやー大変だ。どうしたの、クリス？風の向きが変わった。このままじゃ大きな山火事になるかもしれない。レオ、ハロー、頑張って。了解。やー、やー、クリス、山火事がものすごい速さで広がっていく。私たちだけでは無理よ。やー、カーレスキュー隊、頑張って。こっちもできるだけ集めるから。来てくれたんだな。よかった。私は他に小さな火種がないか確かめてくるわ。俺も手伝う。ありがとう。じゃあみんなで力を合わせよう。うん、ギャー、ギャー。私たちも行こう。ギャー、ギャー、ギャー。やった！よかった。カーレスキュー隊、お疲れ様。今日の任務完了。えいや、えいや。
また緑の山を取り戻すには何百年もかかるかも。だからどんな小さな火種も絶対に見逃しちゃダメね。タバコの火を捨てたり焚き火をする人がいないか確かめに行くわ。じゃあね。ああすくすく元気に育つんだぞ。